もうね、泣いてられないんですね、もう新潟の時のようなね、泣き虫のままでいたら、もう今頃生きてた、いなかったと思いますけど、もうこれはもう戦いだなってどこかから思って、本当に毎日が戦いと祈りの中で今日までやってきましたので、即時一括帰国以外はないんだということをみんなで言わなければ、北朝鮮の工作がまた始まってる、それに乗ってはならないという強く訴えたいと思います。早紀江さんがね、本当にご存命中になんとかですね、取り返してお会いできる、抱きしめる日を迎えてほしいなと本当に思います。日本人であることに目覚めて、本当に強くなって、自分の国の国民は自分たちが救うんだという気持ちで頑張りましょう。拉致っていうと、私たちはまるでニュースの1項目のように思うかもしれませんが、本当に一人一人のご家族のことを思うと涙涙の連続なんですね。今日はめぐみちゃんを抱きしめる日、めぐみちゃんを抱きしめる日を絶対に実現させなきゃいけない、そんな思いでこの会をいたしました。桜会の皆様も、政界の皆様も、遠くは九州から北海道から四国からおいでいただいています。いつもサポートしてくださってありがとうございます。私も心から御礼申し上げます。これからもどうぞよろしく。そして今日のこのセッションでですね、日本人としての気持ちをもう一回一つにまとめて、みんなで一緒に拉致問題解決していこう、その力を新たにここから生み出していきたいというふうに思います。今日はめぐみちゃんのお母様でいらっしゃる横田早紀江さんをお招きしています。最初、早紀江さんとお二人で、早紀江さんのお話を本当にじっくりと聞いてみたいと思います。どの人も自分の子供が突然いなくなったらどんなふうに思うのか、その当事者の思いを聞くことによって、この問題への理解を深めることができたらいいなと思います。では、横田早紀江さん、お願いいたします。早紀江さんのお気持ち、私たちはとてもいろんな会で、お聞きすることがあるんですが、この会場にいらっしゃる方々、またこれ YouTube で全部開放いたしますけども、まだ早紀江さんの気持ちを聞いたことのない方もたくさんいらっしゃるんで、そこはぜひお話を聞かせていただければと思います。まずお写真をね、たくさん預かってますので、その中から何枚か、なんて言うんでしょうか、選ばせていただいて、本当はね、みんなご紹介したいんですけども、早く首を上げるんですけど、いつもこう頭がぺったんこになって下向いてたので、いつになったらこの子頭が上がるんだろうねなんていつも言ってましてね、そんな時にある日のことなんですけど、パッと上がったところの瞬間なんです。お父さんが頭が上がったよって言って、飛んでお父さんがまたカメラ持ってきてですね、映しましたね。かわいい、もう本当に丸々太った赤ちゃんで、次の写真もすごくこれはかわいい、何か美味しいものを食べた時のなんかお茶目な子だったもんですから、いつも主人がこう写真を撮ろうとすると、ちゃんとこう本当に収まってっていうのを主人の気持ちなんですけど、いつもそれを反対するような形のものをいつもこういうものでこう糸でこんなふうにしてみたりとか、こういうお茶目な顔をしたり、目をこう真ん中に寄せたりとか、わざわざそういうことをして喜ばせるようなところがありましたね。明るいめぐみちゃん ね、はい、次もねすごく活発な感じなんですよ。これはそうですね、こういうお洋服なんかを大抵この頃はもう全部自分で私が縫ってあげて、早紀江さんね、刺繍もみんな つけてあげて知ってたんですけども、もうこういうのは銀行の寮のお庭なんですけど、
そこでも皆さんと一緒に遊んでて、ブランコに乗ったりとか、もう走りこの辺でも走り回ってましたね、いつも。はい、あのこの頃の茂さんもお若かったですよ ね。次の写真はこれは、はい、これはね、あの軽井沢かなんかの、あの銀行の寮がありまして、はい、よく旅行した時のまだ初めの頃の旅行で、3人で行った時に、もうちょっと夕方になってきた時に山道を、行く時か帰る時はちょっと忘れましたけど、はい、お父さんがこうなかなか歩かないのでですね、抱っこ抱っこって言うんで、抱っこして歩いてるところを、茂さんも若くって精悍でハンサムですね。どうですか、なんだか分かりませんが、あのね、はい、その後のその次のね、これがまた、あ、これはですね、はい、あそこの、大井町の時に住んでた自宅だったんですが、はい、あのめぐみはね、動物とかその植物とか、あの自然が大好きな子だったんですね。よく見ると肩と、ね、腕に、はい、あの文鳥がいるんですね、2羽、はい、でそれもあの赤ちゃんのまだ本当にあの羽が生えてないような、あの幼鳥っていうんですかって買ってきまして、で、あのもう胃袋がこう全部あの透き通ってるような、あのそれにもう幼鳥の時から育てて、で餌を全部自分でね、あのこうあの箸を削ってですね、そしてそこに柔らかくした餌をこうどん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 入れるんですよ。だから見えていくわけですよ、透き通ってるからお腹がポコポコに膨れてね、この辺までも来てるから、もうそんなことしたら吐き出してしまうでしょうって、何でも限界があるのに、何やってるんですかっていうようなことで、それが大きくなって、あの話し飼いをしてて、部屋の中で、はい、いつも遊んでました。話し飼い私もしたことありますが、お家の中がふんだらけになっちゃうんですね。いつも誰かが吹いてましたね、拓也さんと哲也さんもいてね、そうですね、本当にこんな小さかったのになと、もう50歳になったのかと思いますけど、時間が経って、その次の写真も、ね、これがまた、はい、これはあの双子なもんですからね、あのやっぱりあのなんていうんですか、あの5月のお祭り、はい、なんていうんですかね、端午の節句っていうんですか、そういうの何かをしなきゃやっぱりかわいそうだねって言って、それでちっちゃな兜を買ってきたり、小さな鯉のぼりとか買ってきて、ベランダに、このね、この写真で私気がつくのはね、あの拓也さんも哲也さんも丸々まん丸いお顔、めぐみちゃんもまん丸いお顔、そして早紀江さんもまん丸いお顔で、みんなすごく栄養のバランスのいいお食事をしてるんだなっていう感じがしますね。いや、もう栄養だけね、あんまりお料理はそんなに上手な方じゃないんですけども、やっぱりこうバランスが取れた、何でも食べられるようにと思ってですね、一生懸命育てたのを思い出しますよ。次の写真もお願いしましょうかね、はい、これはどっかに旅行行った時です ね、 これも電車の中で、あの、いつも主人が写すもんですから、たまにはあの私が写しましょうって言ってこうした時に、わーってそこに寄った時にパッと写したものですね、はい、次の写真がこれが、これはクレに、クレですか、クレですね、はい、クレに行った時とか、あのこれ可愛らしい、さけいさんもめぐみちゃんもまだ若かったですからね、まあ、みんなでよく旅行に行ったことが、あのうちの思い出の大きなことですね。これはまだめぐみちゃんが小学生の頃ですね、そうですね、小学校3年生かぐらいですね、次の写真が今度は中学に入った時の、そうですね、こう大きくなりましたね、これがより中学、の校門入ったところの桜がもうすごい綺麗な桜だったんでね、であのこの日はもう本当にいいお天気 であの日曜日だったかと思うんですけど、あの 入学式に行けなくて、あのおたふく風になっちゃったのね、おたふく風かなんかなったんですね、はい、それでものすごい湿疹ができまして、はい、真っ赤になってて、それでこの日もちょっとまだ残ってたんですね、はい、跡が、お父さんがもう今日しかないからって、こんな綺麗な桜が咲いてる時に記念の写真を撮るのがもう今日しかないんだからって、もう、来週はもう散ってしまうからって言われて、嫌だな嫌だなって言ってたのを無理に、はい、あの今日行った方がいいよって言って出したので、非常に不服な顔をした写真もありますけれど、あのいろんな表情がはっきりしてるもので、まあ、でも本当に中学に入ったばかりの、そうですね、めぐみちゃんですね、このまんまで赤いスポーツバッグとラケットを持った、このまんまの姿で、
いなくなったわけです。そうですよね、はい、この制服を着たまんまいなくなって、まあなんです、はい、靴もみんな同じですね、うん、で、はい、この制服を着たままいなくなったために、はい、ご主人の茂さんが、はい、このめぐみちゃんの写真を外に出すときに、はい、めぐみちゃんはこの顔がおたふく風でこんな風になってて嫌だと言ったけれども、はい、もし見つかったときに、はい、この洋服だったっていうことをそうなんですが一つの手がかりになるようにというの で、 この写真を公開したんでしたよ ね、 そうですね。やっぱり一番後の最後の写真ですから、はい、これが一番わかるっていうことで、はいはい、出したんですね。でじゃあ次の写真はこれは着物ですね。これはですね、お正月の2日だったんですが、おこたに入ってこうお話ししてたんです、はい、そしたらお母さん の、 お正月って京都のお正月ってどんなだったのっていうことを聞きましたものですから、まあ、京都はいつもみんな着物を着せてもらってたんですね、近所の方もね、だから着物をみんな着てこんな高いポックリを履いたりして、うちのお父さんはそんなものは危ないからって言って履かせてくれなかったのよとか言いながら、いつもそれを思い出すよなんて言いながら話してましたら、いや着物なんて私着たことないなって言って、一回着物着てみたいなとか言ってたんで、その時にこれは私の着物なんですね、名船で古いもので、まだ洗い張りもしてないでちゃんと入れてあったもの、ああ赤い色があるからじゃああれ着てみるって言ったら、ああじゃあ着る着るって言うんで、でもいい加減な着せ方なんでちょっと変なんですけども、はい、それを着せた時に主人がもう、うん、おおとか言って、もうこれは大人になったとか喜んでですね、写したものです。そしてその次が、ああこれはね、新潟に転勤をしましたね。それで広島から新潟に着いて荷物をやっと入れて、はい、っていう時にその初めて海がこんな近くにあるって、海っていうものをうわこんな近くが海だったんだって喜んでですね、とにかくもうすぐにお母さんすぐに見に行こうよってみんながもう言うんで、もう荷物もこんなになってるのに、そのままでこう海岸まで3分ぐらいですかね、はい、行けば行って、うわ綺麗だねって言って、もうこれが不思議な写真になったんですけど、うん、まあ、この海を連れ去られていったわけですね。うん、新潟に着いたその日のうちに、そうです、海で撮って、はい、この新潟の海からめぐみちゃんが連れて行かれたのが1977年の11月15日、そうなんです、でその日も朝ごはんしっかりとね、はい、もういつものようにみんな食べて、ミルクは必ず飲みなさいと、必ず1合は必ず朝みんな飲むようにしてたんで、飲んでましたけども、とても元気で出かけていきました。お友達が誘いに来てくださるんですよ、いつもバドミントン の、 誘ってください、はい、近くの方がね、一緒に行きましょうって、いつも玄関でボーって鳴らしてくださるんで、あ来た来たとか言って、飛んで行って、それで行ってきますって言って2人で行ったのが最後です ね、 ね、じゃあ行ってきますのその一言が、あそうです、もうそれでもう何にも聞いたことがないですね、うん、はい、うん、77年の11月15日ですから、はい、まさに41年前、はい、その日いつまで経ってもめぐみちゃんが暗くなっても帰らない、11月っていうともう新潟の方は、うん、5時6時になるとかなり暗くなりますよね。もう暗かったですね、やっぱりバドミントン の、 なんか強化選手に選ばれたりとか、はい、でその新人戦っていうのがその前の前の日にあって、はい、次のいなくなる前の日に反省会っていうのがあってですね、学校で皆さんがどうしたらよかったのかって今反省する会があって、はい、そうなんで、その日は遅かったんですね、前の日は。それでお友達の家に電話したら、お母さんが今日反省会言ってたでしょって言って、あそうですねって、うちもまだ帰ってこないからって、もう帰ってくる、あ帰ってきた帰ってきたっておっしゃって、もう間もなくめぐみちゃんも帰りますよって言われて、それが前の日だったんですね。あその前の日遅かったんですよ、でそれで次の日もまた遅いので、また何かあるのかなとかって、何も言ってなかったよねって子供たちに言ってたんですけど、いくら待っても帰ってこないからおかしいねって言って、でちょっとさっきの頼中がこの門まででも見てくるからって子供を2人置いて、はい、鍵をかけて、飛び出していったんですね、そしたらお隣のおばあちゃんも、あらこんな遅くからどこで行かれるんですかって言われて、ちょっとまだ帰ってこないんで心配なんで見てきますって、ああそうですかって言って、でこう学校まで走って行ったんですけどね、はい、もういなかったですね、学校には。はい、だからもうびっくりしまして、なんかもう本当にあの時はもう本当に生まれて初めてこう戦慄っていうか、ザクザクっと寒くなるっていう、こうどうしたんだろうっ
ていう思いでものすごい不安で、どうしたんだろうって思って飛んで走って帰ってきたんですけどね、はい、帰ってきたって言ったらどうしたのって2人が出てきたから、たくやちゃんとてつやさんがね、はいはい、それでもう靴が置いてないから、帰ってきてないね、どこ行ったんだろうって、学校にいないのよって、おかしいねって、それからもう先生とかお友達のうちとかもみんな電話かけたんだけど、はい、校門でみんなといつものように楽しく話して賑やかに笑って帰ってきたですよって、3人で帰ってきましたよって言って、3人で帰ってきて2人と別れて、交差点からまっすぐに海に、この海に向かって歩いてきて、うちに曲がる曲がり角のところで警察犬が探してくださった、初め、はい、匂いが消えてると、めぐみさんにはここまでしかありません、この曲がり角のところでもう、はい、その匂いが消えて警察犬がそこから先行けなくなってしまう、はい、ね、この曲がり角から横田さん家のお家っていうのは本当に近いですよね。もうすぐなんです、曲がったら20メートル角から2軒目ですから、ね、そのくらいですよね、はいはい、そこですからね、もう車しかないと思ったんですね、警察も。そうですね、匂いが消えるのは、だから事件かもしれないねっていうんで、まあ、いろんなところから、捜索をねしていただきました。その日の夜からね、はい、もう本当に捜索が始まって、はい、もうありとあらゆるところをその探したわけですよね。本当に警察もものすごい数が出て、そうです、佐恵さんも海岸まで行って、はい、夜遅く海岸まで行って、はい、自動車の、その自動車のあそこの後ろを開けたくてですね、ここら辺に中に入れられてるかもしれないとか思いながら触ったりして、怒鳴られてね、中からコラーって言われたりしてましたけど、でも子供が突然にいなくなる、はい、今まで本当に可愛らしく元気だったお嬢ちゃんがいなくなるっていうことは、本当に言葉では分かっても感覚としてはね、どんなものなんだろうと思います、はい、なんか本当に自分の芯がスポーンと抜けたような感じですよね。で、寒いだもとした感じでね、もう悲しいのか苦しいのか怖いのか分からない、もう本当にああいうふうに気が狂ってしまうと、ああいうふうに なっていくのかなと思うぐらい の、感じでしたですね。佐恵さんも気が狂うくらい、もう死にたかったですよ、毎日ここの海に私も飛び込んじゃえばもう終わりは、もう何にも悲しくなくなるわなんて、ような思いでですね、毎日泣きながら自転車に乗ったりして、この海岸をずっと何度も遠いところまで行って、何か手がかりがないかなと思って、小さなものでもしてないかと思ってみんなで探しましたね、はい、その時にいろんなこう自殺体とか他殺体が若い女性のが上がると、何回かねあったみたいですけども、その遺体置き場にも足を運んだんですね。そうですね、ご遺体とかには直接は見たりはしませんでしたけど、1年に1回、はい、お盆の頃に8月ですね、頃に警察でそういう行方不明のままで亡くなった、無縁仏みたいになった方 そのご遺体の写真と、その方が持ってたお写真っていうのが、大きなこうブックになってね、何年から何年までの、何歳から何歳までの女性男性とかってみんなきちっと警察として置いておかれてるんです、はい、それを毎年そこにいるかどうか見に来てくださいって言われてですね、辛いですね、もう怖くて怖くて、もうお父さんもうこれもうやめましょうよって言って、でも見なきゃダメだって言って、じゃあ僕がそのこっちの怖い方を見てあげるから、あなたは荷物だけの方を見なさいって言って、しばらくそういうのが続きましたけど、警察ももういいです、こんな悲しいことしてもらわなくても、僕たちが探しますからって言ってくださって、何年かでもそれは落ち切ってもうしなくなりましたね。辛い体験でしたよね。辛いことでしたですね、で、まあ、そんなことがあって、佐恵さんやっぱりどこにその、子供がいなくなったこの苦しみと悲しみとも、言いようのないその悩みをですね、こう埋め合わせようかというので、教会に行かれるようになりましたね。そうですね。ああいうことが、なんか悪いことが起きますとですね、必ずいろんな宗教の人が来るんですね。来ましたか？私も初めて体験しました。来ました？もういろんな何種類もの宗教の方がですね、一人で泣いてるわけですから、うちで、みんないないですからね、学校に行ったりお勤めに行ったりして一人で泣いてるもんで、お友達が たまに来てくださるぐらいで、はい、だからそういう時にこう入ってこられるんですね、で、出てこれないのは私が行きますよって言って2人ぐらいが上がってきたり、はい、さっさとお琴に入ってですね、もうこのものすごいお金集めばすぐに消息が分かりますからとか、でこの仏さんを信じれば
こうなりましたかってもうこんこんといろんなことを言われるわけですよ、うん、いろんな人がそんなの頭に入らないし、うん、もう私は京都人ですから神社仏閣のことは全部もうちゃんと育って教えてもらってるんで、うん、分かってますからって言ってそれでもそれは先祖を敬うあれが足りなかったんだとかね、うん、いろんなこと言われながらその中で一人のお友達がその聖書を持ってこられたんですね、はい、でたまたま聖書を読んでねって言って難しいかもしれないけどねって予防記を読んでねってポンと玄関に置いていかれて、うん、でなんでこんな本が読めるのかと思ったりするんで、うん、こんな厚い本だしね、ま、細かい字が書いてあるから、はい、でもそれはまあ机の上にいつもいるところに置いて暮らしてたんですけど、はい、本当にもう救いわれようがなくて、はい、もう本当にどうやったら死ねるんだろうってぐらいまで思っているような時だったので、ああこの本って読んだらいいよって言われたからじゃあ一回読んでみようかなって初めて思って、はい、それで呼ぶ気だなっていうそこを探して読んだのが、うん、イエス様と巡り合わせていただいた最初ですね、うんはい、だから教会に行くとか、うんまあ、安らかにしてくださる方たちがいるからとか、うん、そういう慰めじゃなかったです。本当に聖書の御言葉からガッと来たんですね、うん、本当になんていうか人間の、まあ、罪とか人間の愛とかそういう超えたものがある大きな方が全部を愛して守ってらっしゃって、うん、いつも自分が神様よりも本当に低いものなんだって思いを持って、うんうん、歩んでいくときに本当に、うん平安が来るんだっていうことが分かったわけですね自分で、ねはい、それからです、まあ、キリスト教にお入りになって、はい、少し心の平安を、はいまあ、かろうじて、はい、保つようなことができるようになって、ね、しばらく時間が過ぎて、はいはい、20年過ぎた時に96年に突然すごいニュースが来たわけですよ ね, すねだからやっぱ祈りっていうのは、本当にこうしてください、ああしてくださいとかって、まあ、日本では1年に1回だけ行く人もありますしね、はい、大晦日に行ったりとか元旦に行くとかっていうんじゃなくてやっぱりもう朝昼朝夜のもう毎日の、うん、本当に本当に懇親込めた祈りを短くても込めた祈りをね、毎日捧げるっていうことを自分を払って低くして、神様助けてくださいってどういうことが現れるんですかって、うん、このことについてどういうことが現れるんですか、うん、何を表されるんですかっていうような問いかけをしながらですね、うんうんうん、毎日ずっと祈り続けてきた時に本当にあのことが分かった日はですね、うん、やっぱり祈り会でお友達のうちで集会があって行ってました、はい、その時にもう皆さんさようならって別れた後に3人だけ残ったんですね、はい、その時に1人の夫人がですねどうしてこんなにいる場所さえわからないのかって泣き出して、はい、さんもう一回祈ろうって3人で祈ろうって言われて、うん、そうねって言ってまた3人で泣きながら祈ってどこにいるのかだけでも神様教えてくださいって、うん、それだけでいいですから教えてくださいって言って、うん、泣きながら祈って帰ってきたんです私は、夕方。そしたらお父さんがなんか暗くなって電気もつけないソファにこう座ってもなんか変な感じでいるから、はいどうしたのって、なんかこんな暗いところに座り込んじゃってって言ってどうしたのって言ったらいやーなんか今日変なことがあったんだよって初めてのことですからね、はい、そんな情報はで初めてそのめぐみちゃんが北朝鮮に連れて行かれて、そこで住んでるっていうことが分かりましたっていうことを兵本さんっていう、はい、共産党の方がお電話でくださったっていうんで、そんで議員会館に行って、いろんなことをその見てね石坂さんの本のこととかいろんなことを初めて教えてもらってもうびっくりしてもう泣いたようですけれど、でそれでもう私ももうびっくりしたんですけど、はい、もうとにかく生きてたっていうことがもう嬉しかったんですね当時はね。もうその時はもうそれ20年経って生きてたんだねやっぱり生きてたって言ってものすごい喜んだんです、泣きながらね、それからですね、そこからまた新たな、ねそうですね、戦いが始まったわけですよ ね, そ, すねそして、まあ、本当にいろんな戦いがあったんですが、はい、その当時ね早紀江さんやその茂さんや、はい、この後ろにいらっしゃる拉致被害者政府が認定している拉致被害者のご家族、まだその当時は全員ではないんですがです、ね、一部の方たちも一緒になって家族会を作って、はい、いろんな大会をしたり第1回目の大会がね、はい、99年に行われてるんですよ、はい、96年に、
20年前にその、まあ、めぐみちゃんがさらわれて北朝鮮にいるっていうことが分かった。96年にこのことが分かりました、はい、それから約3年経って家族会の主催の第1回家族会の大会が開かれているんです ね。その時の古いね映像がね見つかったんです。当時も今もその局面局面 その運動の難しさというのがあって、はい、96年に北にいるんだよって分かった、はい、あ居場所が分かったって一瞬喜んだ、はいんね、じゃあこれを国民運動としてみんなで助けていきましょうという時に、うんはい、実は大変だったんですよ ね。あの私たちねあの、はい、一緒にあの新潟にも行きました、はい、そしてその池袋でも第1回 その救う会とかをしたんですが、はい人を集めるのがどれだけ来てくれるかとか、ね、協力してくれるかっていうのは大変な思いをいたしましたよ ね。まだ本当信じていただけないね。あの時の写真がこれがめぐみさんたちを救おうという新潟の会なんですよね。これあの新潟の小学校より中学ではないんです。めぐみちゃんが行ってたより中学でこの会をしようと思ったら、はい、そのような政治的なことには関われませんというのでなんと中学から断られてしまって小学校の方に行ったんですよね、はい、そうですあの壇上 に佐紀江さんも茂さんもいらっしゃいます、はい、けれどもこの時のこと覚えてらっしゃいます、はい、はっきりと覚えてまして、ものすごいたくさんの方がもうあの小学校のこの講堂にぎっしりあの、はい、椅子に座ってらしてまだまだ入ってらっしゃるので、はい、もう座るところがないんでむしろ校庭に敷きましたよね。敷きましたね。先生敷いてくださって、ああすごいなと思ってそこへみんなぎちぎちに座ってくださって、はい、本当にむせかえるような感じのですね、上司の方がじっとあの聞いてくださってたのを、はい、本当に忘れることできませんね。あの時そのたくさんの人が来てくださっ
て、その、はい、まあ、国民レベルではすごく熱いものがあったんですが、うん、はい、それと別にその一つの組織になると途端にそっぽを向いてしまうという、はい、まあ、不思議なことがありましたね。例えばさっきも言ったように中学が校舎を貸してくれないとか、ね、あれは信じられないかったですね、本当に。そうですね、はい、まあ、そしてあの時さらわれた寄居中学から、うん、お家の角のところまでみんなで歩いてきましたけども、はい、ね、覚えてらっしゃいます、はい、もうあそこは通りたくない、今でも行きたくないとこで、もう海の、うん、あそこの海を見るのももう悲しいし、その、もうとにかく新潟のあの辺はもう行きたくないといつも言うものですから、はい、失礼だと思いますがお許しくださいっていつも、あの集会がある時に謝ってますが、本当にそれが本心なんですね。それからその分かった時からまた21年が過ぎてしまったわけで、この間にね、まあ、めぐみちゃんの遺骨のお話もありました。その5人の方が帰ってきたこともありました。そしてその戦いの中でね、佐知恵さん、あの佐知恵さんが もちろんその局面でいろんな思いがあると思うんですけれども、日本に対してどういうふうに思われるかとかね、まあ、政府に対してどうして思われるか、まあ、一言で言えないものがあると思うんですけれども、まあ、あのめぐみちゃんが生きてました、北朝鮮にいますっていうことがもう分かった時に、もう 1,2 年で帰ってこれるともう本当に喜んでたんですね、はい、もう私たちは。そしたらあの時は石坂さんでしたかね、はい、そんな早く帰ってこれないよと、うん、まあ、5、6年は最低かかるだろうよって言わしちゃってですね、うん、どうしてって言ってたんだけど、もうとにかく大変な国だから、うん、そんな思ったようにいかないと思いますよっていうことを初めに聞いてですね、うん、もうわあ大変なんだなっていう、それは思いましたし、うんうん、その後の活動でもやっぱり今もそうですけど本当に何にも動かないんですね、うん、で、あの蓮池さん方がお帰りになったことはもう奇跡的なあの動きで、はい、僕たちもなんで帰ってくれたかわからないよとおっしゃるぐらいみんなわからないんです、うん、でも帰ってこられて、お子さんもお元気で帰ってこられて、うん、ちゃんとしたねご家庭ですし、でそれであとあそこの皆さんが降りてこられた後ろからの暗いところからね、恵子ちゃんとめぐみちゃんが出てこないかなとかって、私はあの、はい、有馬さんのお母さんにね、あの時に方も泣いてらしたんで肩抱きながら、はい、出てくるといいねって言いながら泣いてたのを思い出しますけど、それから本当に何にも動いてない、このことに関して その帰国の動きが全くなくて、情報がなくて、あんな近い国なのに姿も声も何にも見えない、様子もわからない、まあ、うちの場合はあのキム・ウンギョンちゃんというあの孫が生まれて、何大きくなってましたので、本当にあの第三国であの会わせていただくことができましたから、まあ、少しそういう感覚的には他の方よりも あのよかったっていう思いがありますけども、はい、なんでこんなに動かないのかっていうのが今はでもわからないですね、まあ、北朝鮮という国と、国民の私たちは直接交渉することができないわけで、はい、ここはもう国と国との、はい、まあ、戦いの場になってしまっているわけですね。その国の在り方についてね、やっぱり佐久江さんはこの拉致の問題をあの進める中で、はい、一番こう国民には分かりやすい形でやっぱり国と国民一緒なんだということをおっしゃったと思うんです、はいはい、そこはいかがですかね。それはそう思います。まさかこんな平和な日本の国の中で、はい、何年にもわたって忽然とこう煙のように消え去られているわけですね、連れ去られているんです、すごい数の人たちがねいなくなっているにもかかわらず、はっきりと我が国がやったことで遺憾であったと、向こうのトップが認めているのに、また嘘をつかれ偽の骨を送られっていうことがずっと続いてきているような、そういう状態をどうしてこう、日本の国としてね、もっとこう大変なことなんだこれはということでピシッということができないのかなっていうのは、いつも不思議でしょうがないですね。いつもね、私たちはめぐみさんを抱きしめる日が来るようにと思ってしていますけれども、多くの、そのご家族の方が年老いてお父様、お母様亡くなっているケースもあります、もう私も年を取る、佐久さんも年を取る、茂さんも同じように年を取っていくわけでね、今これからすぐにお会いできるかどうかわからない中で、めぐみちゃんについて、そしてその家族の在り方について、生きるということ、そしてこの国に生まれてさらわれていってしまったということについての思いを最後にお話してきますかね。やっぱりこれは被害者が気の毒だなって、かわいそうだったね、運が悪かったねっていう方はたく
さんいらっしゃいますし、はい、本当に同情しますっていうことで、まあ、一生懸命ご支援をいただくんですけども、一つ間違っていたら私だったかもしれない、はい、私の子だったかもしれないって思う方も確かにいらっしゃるんですね、うん、でそういう思いがないと、あのこの国に住んでいる中での危機感みたいなものを感じられないと思うんですね、うん、他人事であって、はい、何どっちみち政府がすることなんでしょうからかわいそうだねっていうことでは済まされない、うん、本当に国民全部があのこんな国でやっていいんですかっていうことを本当実感して、うん、あのたくさんの人をみんなあの返さなきゃどうにもできないよっていうぐらいの強さをみんなさんがこう思っててくださることで国も動き、そして国民のバックアップがガッとした目でこうそれを見つめててくださることで、うん、相手国に対しても、うん、そのなんていうんですかね、威圧感を感じさせることができると私は思ってますので、うんうん、これはもう全部の日本人のものすごく大事な、うん、あの魂の問題だと思っております、うん、まあ、めぐみちゃんとね、はい、まあ、しげるさん、あの少しご体調を崩したようですが、もう大丈夫ですか？はいはい、あの元気にしており、あの意識がもうちゃんとはっきりしておりますし、はい、あのご情報も全部言えますし、はい、あの元気にあの目を見てあのこちらが言うことはみんなわかりますし、はい、めぐみちゃんの写真を持って置いてあって、はい、あの、はい、もうすぐ帰ってくるかもしれないから、うん、めぐみちゃんと会うまでは頑張りましょうねって言ったら、うん、頑張るってはっきり言ってますから、うんうん、あのまあ、なんとかその日は早くよくしてくださいと、はい、あの政府にお願いするしかなくて、ね、はい、一日も早くそのめぐみちゃんたちを取り返して、はい、 そうですね、そして本当に喜びを分かち合って、そうです、ね、家族の絆を確かめて、はい、その日の来るように、はい、もうシエルさんにも頑張ってくださいって、はい、そうですね、もうね泣いてられないんですね、うん、もう新潟の時のようなね、うん、泣き虫のままでいたらもう今頃生きてたいなかったと思いますけど、うんうん、もうこれはもう戦いだなってどこかから思って、うん、本当に毎日が戦いと祈りの中で、はい、今日までやってきましたので、はい、もうどうかあの皆様方も本当に我が子のこととしてあのお考えいただきまして、こんなことではいけないと本当にあのご尽力をご支援いただきますようにお願いいたします。今日はあの佐恵さんありがとうございました。今日佐恵さんもちょっとね足が痛かったりして無理無理においでいただきましたので、佐恵さんにはねこの、はい、あのここであのお家へ帰られるということでございますが、はい、本当に佐恵さんありがとうございました、はい、本当にありがとうございました。私たちは必ずめぐみちゃんを抱きしめる日が来るように頑張りますので、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。どうもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。改めてご紹介いたします。あのめぐみちゃんの弟さんの横田拓也さんです。参議院議員でずっと拉致問題をしていらっしゃいます自民党の拉致本部長対策本部長の山谷絵里子さんです。そして西岡さんはもう本当に数あの救う会の代表をしておらして、この拉致に関しては日本で随一の方だと思います。よろしくお願いします。花田さんは私と一緒にあの総合司会で月刊花田の編集長、はい、今日はあの月刊花田の校了日 で昨日ずっと徹夜をしておられたんですけども、はい、一緒にやってくださいます。よろしくお願いします。あの今ねあのお母様からいろいろお話を伺いました、はい、本当にもう胸迫るお話でしたけれども、一体拉致問題についての状況が今どうなっているのかということからね、あの具体的にめぐみちゃんを抱きしめる日をどうやって実現していくことができるのかということであのお話をしていきたいと思うんですが、拓也さん、はい、あのあなたは一番最近すごい人に会ったということを聞きました。この拉致問題に関して非常に強い影響力を持っていらっしゃる、はい、あの人の、はいはい、おとといの金曜日にビーガン、スティーブン・ビーガン北朝鮮政策特別代表が来日をされて、まあ、韓国も含めて歴訪している中で日本に立ち寄ってくださいまして、金曜日の19時から30分の時間をいただいて私と小一郎君と一緒に会うことができました、はい、ビーガンさんの他に在京 のハガティ大使も同席されてですね、私たち家族会、そして日本政府が取るべき行動、そしてアメリカ政府にしてほしいことをですね、強く訴えてきました、うんうん、あのこのビーガンさんという人はポンペオさんの下についた人ですね。ちょっとその辺を、あ、私、うん、あの、アメリカの今のトランプ政権はですね、役人が全部任命されてなくて
日本のでいう外務省のアジア局長に当たる人がいなかったんですね。で今もいないんですが、その代わりと言っていいんですけど、特使としてですね、北朝鮮担当の特使として今回職業外交官ではなくて財界人の保守的な考え方の人を持ってきて、北朝鮮問題を担当させるということで、これは我々にとって大変いいニュースだと思ったんですが、その人が実はですね、昔横田さんたちご両親に会ってたというんですね。ちょっと平成15年の頃に、まあ、我々家族会救う会が訪米団、毎年のようにアメリカに行っていますけれども、はい、平成15年の時に、まあ、私の親世代、まあ、両親も含めた親世代の家族会が訪米をした時に、フリスト元共和党上院院内総務の補佐官をビーガンさんがされていて、その時に私たちのこととは会って知っていますよと、うん、私もその時いましたことをおっしゃってまして、院内総務会いましたよ。でその時は補佐官だったんだ。はい、あの昨日おとといの帰り際にですね、うん、あのお二人、まあ、つまり両親が来たことは無駄ではないと、うん、あなたたちと共にいるということを強く訴えてくださって、うん、本当に心強い限りでした。あのですね、あのビーガンさんは朝鮮問題について何も書いたものがなくて、うん、あの中東の問題のところでは大変保守的な人だったんですが、うんうん、朝鮮問題、北朝鮮問題の理解について大丈夫かなと思ってたんですが、うん、今安心しました。うんうん、あのこの朝鮮問題ではね、6月12日にトランプさんが初めて金正恩とシンガポールで会って、その時まあその非核化とそれからミサイルの廃棄ですね、これをとにかく不可逆的な形で検証可能な形でやりなさいと。で拉致問題についても、その日本は拉致問題が解決しなければ何も援助しないよということを比較的もうはっきりと北朝鮮に伝えてくれたということで、拉致問題解決の第一歩がここで切れるかなという、まあ、期待を抱いたわけですが、その後その核およびミサイル の廃棄に向けての動きというのが、まあ、停滞していると言っていいですかね。この辺はあの日本にとってこの拉致問題解決という意味から言うと、現在の状況というのは非常に厳しいんですか。山谷さん、これ自民党の拉致対策本部長としてはどうですか。あの昨日私外務省からやっぱりビーガン、はい、あの北朝鮮担当特別代表と拓也さんたちとの会談を、あの模様を聞きましてですね、うん、もう本当にあの補佐官時代に横田さんご両親にお会いして、もう胸に突き刺さっていたと、うん、そして今回も拓也さんからまた直接お話を聞いてですね、うんうん、あのもうしっかりとあのやっていきたいということを、うん、もう熱くその後で語られたということを、うん、まあ、外務省の人間報告してくれまして、うん、あのアメリカのあのやっぱり認識が非常に高まっている。トランプ大統領ももうあの心臓と拉致問題の解決を一緒にやるんだということで、あの私たち5月にあのホワイトハウス国家安全保障局国務省国防総省参りましたけれども、もう政府高官がですね非常に拉致問題に対してあの詳しくなっていますね。で国際社会も国連もですね非常に問題認識が上がってきています。で確かに今桜井さんおっしゃられたように核ミサイル解決と言ってもまた止まってしまってるじゃないかということも確かなんですけれども、やはりここはですね拉致問題の解決というのがここまで高まってきて、そして北朝鮮をめぐる状況がここまで動いてきたということはかつてないことですから、日本の情報収集能力も非常に上がってきていますので、あのしっかりとこの機会を捕まえてですね、全員の即時一括帰国という解決に向けていきたいと思います。で自民党の拉致対策本部としてもですね、しっかりとあの人物金の動きを情報収集をしておりますし、日米、あるいは中国にも私年末参りまして拉致問題話させていただきましたけれども、あの連携をしっかりと高めていく、そして国際社会対北朝鮮という構造をしっかり保って、そして拉致問題を早く、拉致問題の被害者どこにどうしているかというのは北朝鮮知ってるわけですから、うん、早く返しなさいという動きにつなげていきたいと思っています。あの拉致問題の解決は北朝鮮だけを相手にしていたらもうこれ拉致本当にあのどこにもたどり着かないわけですよね。そのアメリカがどう動くか、そしてそのこちら側に中国がどう動くかという、アメリカと中国とのこと、まあ、ロシアにもここに関わってきますが、主にアメリカと中国がどう動くかということで、私たちはこの中国がね、花田さんね、かなりこう後ろで
拉致問題解決のブレーキになっている、まあ、口ではねいろいろと理解するとか言いますけどもなってきたことは少なくとも事実としてあるわけでこの辺現状はどうなっていると見たらいいですか。メディアはね、すごくやっぱりせっかちだと思うんですよ、はい、その裏で安倍総理がですね、うんうん、もういろんな手を打ってね、はい、そこであのトランプもああいうそのなんていうかこの問題に関するですね理解を深めですねああいう、うんこういう時代になってるわけで、うん、あとは一息なんですよね、うん、だからここで、ねうん、なんか妙にですね、うん、こう住んでないとかね、うん会の外だとかね、うん、言ってね、うん、その安倍叩きに使うっていうのは、ねうん、やめてほしいですねこれ野党もその、うん、それからメディアもねそうね、うん、あのトランプさんがあの北朝鮮と会うときその一連の経緯の中で安倍さんが蚊帳の外だと言われましたけども、うんうん、これは西岡さん全然違いますよね山谷さんもよくご存知のようにね総理はね、うん、あの男と一緒に蚊帳に入りたくないと言ってましたけどいやあの今膠着状態ですが、うんうん、その理由は端的に言うとアメリカと日本が要求を下ろしてないからです、うん、変に要求を下ろしたら見せかけの進展はありますよ、うん、しかしそれはダメなんです、うん、要求を下ろさないで北朝鮮に対して日本は今山谷先生がおっしゃったように全被害者の即時一括帰国を実現しなさいと言ってるアメリカは短期間での全ての核ミサイルの廃棄を言ってると、うん、これを下ろしてはダメなんですで北朝鮮はそれを下ろさせるためにこっち行ったりこっち行ったりいろんなことをやって日本に対しても後で議論になると思いますけどいろんな働きかけをしていますけれどもその要求を下ろさないということです要求を下ろさないから話し合いが進まないだから向こうが降りてくればいいんですそんなように今までのやり方は要求が下ろさなくて話し合いが進まないと話し合いが進まないこと自体が問題だとして要求を下ろしてしまうそれはねここまで来たらねあの鉄の玉がね反対側に転げ落ちちゃう、うん、頑張って頂上に向かって押してるんです、うんうん、この要求を下ろさないってことは絶対に必要です、うんうんまあ、自民党の立場からも今お二方がおっしゃったことは非常に重要だと思うでしょうねそうですねあの今総裁選の真った中なので、はい、もう安倍総裁候補もですねもうしっかりと拉致問題、訴えられておられますし私もあの街頭演説、はい、連日集会や街頭演説で訴えているんですけれども、はい、決して旗を下ろさないそして国内世論のもう強力な後押しというのがもう最大の武器になりますから蚊帳の外だとかですね、まあ、おかしな融和論が出てきたりとかありますけれども、うん、やっぱり世論工作分断されないようにですね、うん、しっかり踏ん張り時だというふうに思っていますでね、あの、うん、石破がね、石破さんがねあのなんて言ってるかっていうとね、はい、これひどいんですよ、ええ、これね、間違えていけないんで北の言ってることは全部嘘だと決めつけることが拉致問題の解決を遠ざけている面も否めないまあ、なんか朝日新聞みたいなこと言ってるんですよで、ね、北との間でも一定の信頼関係を高めていかなければ問題解決に向かって進めない平常と平壌と東京にそれぞれ連絡事務所を置き北が言っていることは本当なのかを検証する仕組みを作るところから始めなければならない何言ってんだとはっきり言ってねそんな事務所を作ってですねチェックができるような体制であればですねもうとっくにそんなことやってますよはっきり言って今さら平壌に事務所開設してとか言われるとどう思いますか全くナンセンスだと思いますし、うんまあ、一昨日 そのビーガン代表に会った時も、はい、我々の価値観見解を、まあ、博士大使もいる中でもう一回言ったんですけども、私たち家族そして日本もしくは日本政府が求めているのは、全被害者の即時一括帰国であって、はい、連絡事務所の開設とか、調査レポートの報告を求めているわけではないということを改めてアメリカに直接伝えましたから、今のようなそのある方のですね、そういう価値観見解っていうのは私たちにとってはもう障害の何者でもないというふうに考えています。まあね、この裏にその私もう一つアメリカの話がありましたが中国 の役割もね私たち認識しておかなきゃいけないと思うんです中国が一体どのような形で表面的にはその拉致問題解決に貢献すると言いながらも実際にはやっていないかということについて西岡さんこの辺はどうですかね北朝鮮を追い込んだのは2つあるんですね、1つはアメリカの軍事的圧力ですね、はい、去年の11月ピークでした空母が3隻来てね原子力潜水艦も来た、うん、B1B は去年20回も朝鮮半島近くまで飛んできました
それに怯えたということが一つですが、二つ目が経済制裁ですね。うん、経済制裁は去年の7月8月12月に国連安保理事会でかつてないほど厳しい制裁決議が通りました。しかしそれを実行するのが中国なんです、うん、北の貿易の9割以上が中国が相手です、うん、そして国連決議では2016年にはだいたい北朝鮮の輸出が28億ドルぐらいあったんですが、そのうち9割の品目が北から買ってはいけないとなったんです、うん、ただし今年のですね、4月ぐらいまで中国を本当に守ってたようです、うん、ところが最近中国に行くと例えば北朝鮮の魚が普通に売ってるとか、うん、あるいは北朝鮮の出稼ぎ労働者のビザを出しちゃいけないことになって1月に全部帰ったと言ってるのに観光ビザで来た人たちが中国の工場で今働いてるとかということが報告されています、うん、それと金正恩が北京に行って、うん、習近平に会って助けてくださいと言ったことがリンクしているのですが、うん、しかしアメリカが今あの貿易戦争で中国に対して強い圧力をかけて、トランプ大統領が中国のせいで北の核問題はうまくいってないと公然と言ってますから、うん、大規模な支援はまだできない状況です、うん、見張ってないとダメですが、うん、そして9月9日の北朝鮮は本当は今年の9月9日建国70周年ということで大々的なお祭りをしたかったんですね、うん、そこに習近平が行くということを言われていましたが、うん、どうも8月末ぐらいで中国との間で調整がつかなくて行かなかった。だからそのお祭りの規模が小さくなりました。そういう点でもアメリカが中国を見張っていて、中国にとっては北朝鮮問題は案の部分ですから自分のところの貿易がまず第一ですからね、うん、アメリカを怒らせたくないという利害関係の下で、中国の制裁破りを今見張ってると。日本も自衛隊を出してですね、瀬取りという海であの石油の密輸を北朝鮮やってます。中国が協力しなきゃできないですよ。それをやってますが、それについて例えば1月から5月まで89回もやってたとアメリカは国連に報告してますけれども、実は90回やってたんですね。アメリカが見つけられなかったのに1回は海上自衛隊見つけて、うん、外務省のホームページに写真まで出してますけど、かなり頑張ってますから、うん、中国はほっとくと制裁破りをする方向ですが、今日米が協力しながら、そしてイギリスやオーストラリアも船を出してですね、密輸を取り締まっているので、今のところは北朝鮮は苦しいと。経済制裁というのは漢方薬みたいなもので、ね、すぐには効きませんが、先ほど言いましたように7月8月12月の制裁で厳しくなったわけです。今年の12月になると本当に厳しくなって1年になるわけです。外貨がどんどん今なくなっているという状況、ということはこっちにとって有利な状況だと思います、うん、中国が、私たちが監視の目を緩めた途端に北朝鮮に肩入れをしていく、でもうすでにまあずるい形で密輸という形でやってるんですけれども、公にこの肩入れをするようになった時には私たちの側の戦いはものすごく不利になるんですね。北朝鮮がまた元に戻ります。そして今北朝鮮は必死になって習近平さんに取り入ろうとしている。ムン・ジェインや韓国大統領は北朝鮮をサポートしようとしている。この韓国、北朝鮮、中国というこの3つの組み合わせがうまくいかないように私たちはしっかりと国際社会に訴えなきゃいけないわけで、この国際社会に訴えているということはね、かなり効果を上げてきましたよね。さっきおっしゃったようにアメリカの人たちのこの拉致問題に対する理解というのが昔と比べたら比較にならないくらいですよね。それは私たち家族会がもうこれまでも幾度も訪米している中で、一番私たちが活動の中で辛かったというか苦しかったのは、一から本当に最初の最初から拉致問題とはと、何人いるんだとか、これだけ解決してないんだってことを一から説明して、それでも相手にその何分の1かしか伝わらないというような現実があったんですが、去年の9月の訪米をした時にはもうほとんどの方がこの問題の本質的な課題をですね、うん、全部分かっていらっしゃって、うん、私たちが説明する前にいやもう全部分かってますよということを逆に向こうの方から言ってくださるような理解度の高さがあって、うんうんうん、そして今桜井先生おっしゃったように私たちが訪米した時に NSC 国家安全保障会議のマット・ポッティンジャーっていう、まあ、高官ですね、うん、
このポッティンジャーさんの説明をちょっとしたいと思うんですけども、この方はもともと新聞記者だったんです。ウォールストリートジャーナルでしたかね。そして北京特派員になって北京に行って、もう北京 の, その警察から監視されてボコボコにぶったたかれたりして、中国という国は凄まじく悪い国だということを腹目腹で実感いたしまして、で自分はこの新聞記者になっている場合じゃないと、アメリカがこのような国にやられるんじゃないかというので、あの新聞記者を辞めて、あれ海兵隊員になったんでしたっけ。海兵隊になってすごく体を鍛えて、その40代なのに20代の人と一緒になって訓練を受けて海兵隊に入れてもらって、その後に政府にお仕事をするようになって、今国家安全保障局の次長ですか。 今現在は次席大統領補佐官にまで上がってらっしゃいますけれども、去年の9月はまだ NSC の上級部長の立場でいらっしゃった時に、比較的現地の日本大使館の方の話によると、トランプ大統領とすごく近しい関係にあるということだったので、ぜひ私たちの両親が姉にもしくは子供に会いたいと同じように、その気持ちは大統領が娘さんや奥さんを愛していると同じ気持ちなので、私たちの辛い気持ちをぜひポッティンチャーからトランプの方に伝えてほしいということをその場で伝えてですね、分かった、必ず耳に入れると言った直後に国連総会で大統領が姉のことについて言及してくださったというふうな、とてもいいつながりになったということでは活動の意味があったんだと思っています。国連総会で初めてね、トランプさんが13歳の少女が連れて行かれたんだと、そこの北朝鮮でその日本語教育をしているんだということを初めて、横田めぐみという名前は出しませんでしたけども、明らかに横田めぐみさんのことを国連総会の場で言ってくれたんですね。そうです、本当にアメリカ本来であればどこの国でもそうですけど、自国の国益のことについては述べる場だと思うんですけれども、いわゆる同盟国とは言っても他国の一人の民間人のことを取り上げて世界に対して発信していただいたというのはとても意味が大きいし、世界の国民、外交官がこのことを改めて認識してですね、北朝鮮にはそのこと自体が大きなプレッシャーになったんだというふうに思っています。アメリカが大きな意味での理解者であり支持者になったということ、その裏には花田さんおっしゃるようにね、安倍総理のすごい努力があったわけですよね。ここから先拉致問題を解決に導いていくには具体的に何をして、さらに何をしていったらいいですかね。考えられることは、中国に対して監視の目を続けるということと、それからアメリカの協力をもうとにかく協力もより強力なものにするということと、日本政府としてできることっていうのは何でしょうかね。今先ほども言いましたけども、分水嶺に近づいてきてると思いますね。小泉訪朝の時からずっとチャンスが来なかったんですが、もう家族間の状況など考えると本当に最後のチャンスが来ていると思うんですが、だからこそ焦ってはいけない、ということです。安倍総理はトランプ大統領との関係を作ってですね、それでトランプ大統領が北朝鮮に対して全ての核ミサイルを廃棄せよという、彼はディールの人ですが、ディールの枠組みを作ったんですが、その中に拉致問題が入りました。トランプ大統領がシンガポールで金正恩に対して5分ぐらいのビデオメッセージを見せたんですね。分かりいいように、このまま核ミサイル開発を続けてたら暗い戦争状態になるぞと、しかしやめたらば明るい朝鮮になるぞと言ったんですが、しかしやめてもお金はアメリカは払いませんと言いました。どこに払うのか、6月12日、トランプ大統領は安倍総理の金正恩に対する拉致に関するメッセージを伝えたと、ということです。で、安倍総理は今何言ってるかというと、日本は核とミサイル、そして拉致問題が完全に解決すれば平壌宣言に基づいて不幸な核を清算して経済協力をする準備があると言っています。その経済協力と今言ったトランプ大統領が払わないといった部分が組み込まれているわけです。で、そのですだとするとですね、物事を起こすためには2つ必要です。1つはやはり米朝が動かなきゃならない、北朝鮮が国際社会の要求するような核ミサイルの廃棄をしなければならない。そうしなければもう一度軍事的な緊張が来るかもしれない。日本は核ミサイルを廃棄するために軍事的なことも含めてアメリカと歩調を取るべきです。しかしそうなった場合に独裁者は自分の命が大切ですし、外貨がなくなって焦ってきています。そういう中で、
核が一定程度進む時が来るという、私はその可能性はかなりあり得ると思っています。断定的なことは言いませんが可能性は十分あると思っています、うんうん、しかしその場合にアメリカはお金を出さないと言ってるんですから、米朝が動いたら連動して日朝が動かざるを得ない。北朝鮮が例えば50発の核ミサイルを出してそれを国外に出すという時に最初申告しますよね。申告したら出さなくちゃいけないんですが、申告するのに開発費誰が出してくれるんだと、うん、アメリカ出さないと言ってると、うん、でアメリカは心臓にないと言ってるわけです、うん、だから金正恩は心臓にあってもいいと言ったというようなことも伝えられていますけれども、そこの部分の話し合いが全部終わったから、終わった段階でしか申告しないと思います、うん、じゃ あそういう点で米朝が進まなくちゃいけませんが、米朝が進んだ時にはかなり早く日朝も進むだろうと思います。しかしその場合、それがだから米朝の進むというのが一つです。そしてだからそのためには圧力をかけ続けることは必要です。2番目は日朝が進んだ場合に北朝鮮は未だに日本の世論は騙せると思っています。騙せると思って、騙せると思っています。だから、うん、2002年に死んだと言っていた大部分の人たちは死んだというままで、何人かの人たちがもしかしたら帰ってこれるかもしれませんが、そういうパッケージで日本を騙してお金を取ろうという工作を今徹底的にしています。突然日朝国交正常化推進議員連盟なる団体が活動を始めて、そこでそれも国会議員会館の中で、ね、朝鮮総連の新聞記者を呼んで講師として講演を聞く、そして田中金さんという拉致被害者を2002年に見捨てた人を講師として呼んだんですね。田中金さんがその日朝国交促進議員連盟で何を言ったか、連絡事務所を作りましょうです、うんうん、日朝共同調査をしましょうと言ったんです。そこに聞きに来ていたのが今自民党の総裁選挙に出ている方で、その人の公約にそれが入ったということです。でじゃあ共同調査というのは何かというとですね、北朝鮮最近こんなことをいろんなところで漏らしています。めぐみさんの夫が精神病院の裏で掘り起こした遺骨は他人のものだった、それを認めましょうと。でもあの辺りにたくさん遺骨が埋まってるんだと、だから共同調査して掘り起こして、あこれかもしれないと言って DNA 検査すると、うん、これ違ってて、じゃあ横もた掘りましょうと。だから時間がかかる共同調査が必要なんです。だから連絡事務所が必要だというのが彼らの枠組みなんです。北朝鮮はね、全ての住民に番号がついてるんです。登録されてるんです。公民証というのを持ってて、毎週土曜日に生活相場という、うん、ことをやってるんです。全員がやってるんです。それは曽我さんたちもやってたんです。被害者も全員コンピューター叩けば出てくるんです。どこにいるかわからないってことはないんです。徹底的な関連社会ですから、だから亡くなったのは亡くなったってことが出てくるんです。それらに証拠が出せなかった、生存情報があるってことは分かってるんですが、うん、金正日がこの人を出すなと言った人について秘密をたくさん知ってるので出したくないと思ってる。でそしてそれでいいという勢力が日本の中にいる、日本の中にそういう人たちがいる間は北朝鮮はそれでいいと思ってしまうということです。ですからその変な、まあ、ことを言ってる人が総裁選挙で負けて、きちんとしたことを言う候補が当選した後でないと北朝鮮は日朝を進めないだろうと思います。その2つですね。だから変、日本側でこう日朝が動くときに変な情報をしないと、先ほど言いましたけど要求を下げないと、全ての被害者の即時一括帰国以外は認められない、即時一括帰国って言って彼はコンピューター例えば出てくるんですから、はい、ということをやり続ける必要があるというのが、山谷さん今ね、その自民党の中の人たちも、調査会をやろうとかですね、やってるわけですけども、それを見て北朝鮮がいまだに日本人を騙すことは可能だと見られているって、これは政治家として聞き捨てならんことですね。そうですね、本当に25年間日本そして世界中を北朝鮮は騙し続けてきて、時間稼ぎをし続けて、うんうん、まあ、北朝鮮のやり方っていうのは、まあ、経済的あるいは軍事的な圧迫、緊張感が高まると交渉の場を作って、交渉の場に出てきて、そして何か見返りを取って、そして合意を破棄するという、うん、まあ、これの繰り返しだったわけですよね、うん、でその中で本当に私たち苦しみの中で、もう安倍総理ももちろん本当に苦しい中でですね、北朝鮮の国の体質というのを本当に見抜く力研ぎ澄ましてきたわけです、うん、ですからどのようなその相互不信という殻は破る、
しか、うん、そしてどのようなチャンスも見逃さない、しかし前のめりになって以前のような騙されるとそういうことは決してしないということをおっしゃられていますし、また家族会の皆様もね、前のめりにならないでというようなあのことを言われていますので、あのまたですね、融和論にホイホイ乗っかるというのは、まあ、ある面、分断工作世論のですね、それに乗っかっていることだと、同じようなことになってしまうんだと、真の解決には決してつながらないんだということをですね、やはり政治家ならあのシビアな目で見つめて、真の解決につながる行動をしなければいけないと思います。あの家族会のね、果たしてきた役割について、先ほどね、アメリカに行って本当に一からずっと説明してきて、それがまあ最初は辛かったけども、だんだん実を結んできたということをおっしゃいましたけども、やっぱり家族会というのはもう自分の最愛の肉親を取られているわけですから、本当にどうしたらいいのかということで、いつも他の誰よりもね、真剣に考えていると思うんです、はい、そのお立場から、まあ、日本の政治とかですね、まあ、経済界も含めてですけども、それとか北朝鮮シンパの人とか中国シンパの人たちの動きに対してどういうふうに思われますか。この北朝鮮問題がやはりその40年間もしくはそれ以上やはり解決できないで時間だけが過ぎている理由っていうのはいくつかたくさんあると思うんですけども、うんうん、はい、その中に今のように日本国内での聞こえのいいような妨害工作をしている連中がいたりとか、もしくは報道も本質的な課題をピックアップしないで、まあやはり見栄えのいいというか聞こえのいい話ばっかりその取り上げてですね、本質的なコロナ問題の解決するために何をしなきゃいけないんだってことを取り上げ、歴史的に取り上げてこなかったようなことがあったりとか、もしくは今のような、それもっとこう具体的にね、こういう事例なんだよってお話で、例えばですね、まあ、具体的にはこういう名詞は私の立場からは言いにくいんでちょっと控えたいと思いますけれども、例えば今のように SNS で自分で、例えばこの番組のように自分たちが選んであの情報を得るということがない時代、はい、一方的に垂れ流しのものでしか情報が得られない時代にですね、まあ、コメンテーターの中にやはりその北朝鮮の代弁的な発言を繰り返して、私たちのこの拉致問題解決を阻んでいたような人たちがいたりとか、もしくはまあ その人たちは悪くないと思うんですけども、やはりその政治とか北朝鮮問題とかそういうことを全く知らない素人の芸能人的なコメンテーターが、まあ、お茶の間にぎわすようなことだけを言って、問題がすごく優しいようなことを論調で垂れ流ししていたりとか、そういったことがやはり原因であったのかなと思うと、もっと広くまとめて言うと、その当時はですね、やはりそのマスコミというのが、言い過ぎ承知で言うとジャーナリズムじゃなくてやっぱりコマーシャリズムに走っていた、このことがやはり一番拉致問題解決に遅くなってしまった原因なんじゃないかな。コマーシャリズムというのは、例えばテレビで言うと視聴率が取れるとか、そうですね、そういうことですか。そういうことだと思います。やはり聞きたくない難しい言葉でも、ここが悪いんだ、こういう政治の仕組みが違うんだ、法律的にここの課題がいるんじゃないかとかっていうことを言う人がいなかった、報道もそれを率先してリードしていかなかったってことが、この問題解決のための本質をやはりこうぼかしてしまった問題があるんじゃないかなと思います。さっきね、お母様がね、より中学校の話をいたしました。めぐみちゃんが通っていた中学校がより中学というんですけども、めぐみちゃんが北朝鮮にいるということが分かった時に、私たちはやっぱり何かやろうと、まずふるさとで皆さん方にその支援を得ようということで、新潟にみんな行ったんですよね。あの西岡さんたちもみんな一緒に行って、より中学でそのラチョの集合をしようとしたら貸してくれなくって、その時の言い分が多分ね、政治的すぎるとかね、そういう理由だったんですよ。まあ、より中学だけをねやるとかわいそうなんですけども、つまりね、2002年の9月以前のマスコミは、はい、拉致疑惑しか書かなかったんです、で産経新聞だけです拉致事件って書いてたのは、だけど皆さんは多分ご存知だと思いますけれども、1988年の3月に参議院の予算委員会で梶山清六国家公安委員長が北朝鮮による拉致の疑いが十分濃厚だと政府として認めてたんですね。だから日本政府が拉致を認めた時は疑惑といって、じゃあいつから拉致の報道が始まったかというと、金正日が2002年の9月に認めた後ですよ。そうですね、だから日本のマスコミおかしいんです。金正日が報道していいって言ったら報道し始めたんですよ。あの後大変だったですけどね、もう報道が溢れるようになったけど、でもそれは本質的な報道じゃないってことです。家族の物語にしてみたいね、でも試験が侵されてるわけですよ、日本国の。それを
最初日本の国会で日本政府が認めた時に大騒ぎが起きない、うん、その時に報道したのはまさに産経新聞、ここに久保田さんあの産経新聞いらっしゃいますけども、産経新聞だけなんですよね、まあ、産経はその前のね、うん、あの安倍正美さんが、ね、1980年の1月に報道してますけども、88年の時は安倍さん担当じゃなかったこともあってちょっと報道小さかったりしてね、そういうことありましたけど、でも拉致事件と報道した。もう一つだけいいですけど、具体的な名前私出したいと思ってるんですけどね、はい、朝もね生テレビという番組があります。2000年にですね、私のところに電話かかってきて出てくれと言いました。今私田原さんと大喧嘩してるんで、田原さんが司会だったら出ないんですが、当時よく出てたんですね。それで、いいですよと言った。で北朝鮮問題は次第だと。だまた電話かかってきてね、いや今回西岡先生の出演はないことになりましたって言うから、なぜですかって言ったら、朝鮮総連を出したいと、うん、で朝鮮総連は西岡先生との同席を拒否してると、だから今回田原総一郎さんとも相談した上で朝鮮総連を選ぶことにしましたと言いました。私は頭きてですね、私は拉致があると言ってると、総連はないと言ってると、拉致があるという人を、拉致がないっていう人を出すために一度依頼しておいて拒否したと。言論の自由はあるのかって言って、確か浜さんだったのかな、あの月刊文藝春秋に私言論を依頼があったので、言論の自由はあるのかテレビ朝日にと書いた記憶がありますけれども、あのにそれもだってそれ2000年ですからね、小泉訪朝の2年前、うんうん、でもそういう言論状況だったんです。じゃあそれが変わったか、何が変わったかというと、金正恩が帰っていいといった線まで日本のマスコミに出てきたってだけですよ。あのもう一つ、ね、私自身の体験を言いますとね、めぐみちゃんが北朝鮮にいるということがもたらされて、じゃあ大変だというのでいろいろその会を作りましょうというのでね、あの名前を貸してください、有名な文化人とか、もう今では本当に私は最初から拉致やってたのよと言ってるような方も含めてですね、あのお願いに行ったんです。そしたらね、なんて言われたか、よしこさん、どこに北朝鮮がやったという証拠があるのよ、見せなさいって言われた。証拠を見せることはできない。そしたらもうあなたのカバンがボロだとかそんなことまで言われましてね、関係のないことまで言われてもう却下されたんですね。その方なんかはもう今ではね、拉致というともう私ずっとやってましたというようなお顔をして、だから本当に当時はね、あの拉致というだけでね、なんかその政治運動であるとか、その非常に偏った何ですかね、保守反動みたいな目で見られたんですが、これはもう純粋に自分の家族が外国の政府によって公権力によって連れて行かれてしまったという国際犯罪を告発しようとして、人類のその人道主義に訴えようとしていることであるにもかかわらず理解されなかったというのはありますよね。おまけに金正日が言えばメディアは報道するし、梶山清六さんがあの参議院でしたかの予算委員会かなんかで言えば全然無視してしまう、あの時は金正日さんが、私は日本拉致された日本人から日本語を学びましたと記者会見もしてたんです、うん、証拠があったんですよ、うん、それなのに報道しなかった。本当にね、あの日本のメディアは特に新聞はね、あのいい加減だと思うのは、うん、例えば総連のね、産経新聞はできないでしょ、総連のインタビューは。だけど朝日新聞はできるわけだけどやらないでしょ、うん、で我々が申し込んでもね、うん、総連はずっとこうシャットアウトですよ、うん、文藝春秋で申し込んでも月刊花で申し込んでもね、あの応じてくれませんよ、うん、でも朝日新聞とか他のメディアはねできるんです、我々はテレビ局は、うん、なんでそういうことをしないのかね、うん、そういうのすごくね、日本のメディアっていうのはね、あのなんていうかな、やるべきことやってないなと痛感しますね、この拉致問題で。メディアのね伝え方もすごくおかしい、しかしその伝え方ゆえなのかどうなのか。もう一つ私拉致に関して心配なのはね、今私たちここで一生懸命集まって言ってますけども、国民全般の間に拉致問題が風化しかかる時っていうのを感じる瞬間ってありますか？それはまあ常にありますけれども、ただ安倍総理がですね、この問題をもう本当に熱心に積極的に最前線で、国内にしろ海外にしろこの問題を告知してくださって、多くの方に、一人でも多くの方に伝えてくださっていること自体がですね、もうこの問題一からやはり積み上げ型ではなくて、問題自体がもう自律的にもう回ってるっていうふうに感じてるんです。そういう意味ではそのいわゆる草の根運動的な時代にはものすごくその風化してしまうんではないかという心配はあったんですが、今はその心配がないとは言いませんけども、もうやはりその国民の皆さんの理解もものすごい深いところまで浸透していますし、安倍さんももう本当に積極的に推進してくださっているので、昔のような心配はしていません。ただ楽観もしていないです。
山谷さん、まあ、2014年にですね、国連で、まあ、安倍総理とそれから EU がこう連携しながら、うん、北朝鮮という体制の中で、まあ、人権侵害がいかにひどいかという、うん、報告書 COI レポートというのが、はい、分厚い報告書が出たんですね。それも安倍外交の結果ですよ。それなかったらできなかったです、ね。あれが出て、それを国際社会、国連関係者が読んだということは非常に大きなベースになっていると思います。で、その上で、もう第二次安倍内閣が発足してから5年10ヶ月で144カ国延べ総理は回られてですね、地球儀を俯瞰する外交でこう訴えてこられた。そしてまたですね、この春拓也さんが国連のシンポジウム出られた時には夫はワムビアさんという北朝鮮でひどい目にあって、そして昏睡状態で、米国母国に戻られて間もなく亡くなられたという、まあ、ご両親が出てですね、ずっと北朝鮮からはもう大丈夫大丈夫と聞かされていたのに、こんなひどいことはない、もう残酷な国北朝鮮の闇に光を当てるために私たちは立ち上がる、うん、普通のアメリカ人なんだけれども自由の大切さを知っているアメリカ人として戦うってこうおっしゃられてですね、やっぱりアメリカの世論というのが北朝鮮に対する目というのが非常に鋭くなってるんですね、うん、で国連のシンポジウムも今までも何回も開いてきましたけれども、今年のものはですね、本当に拓也さんがもう懸命にめぐみさんが最後まで遊んでいたお人形をこう出されたり、もういろんなことでアメリカのメディアの報道ももう今までとは全く熱が違っていたということで、やっぱり国際社会の本当に背中を押してくれている力、そして国内世論がこれが分断されないように背中を押してですね、もう戦略性に富み、直感力に富み、そして北朝鮮の体質を誰よりも知っている安倍総理が全員即時一括帰国というのが見えた時に、日朝の首脳会談でですねしっかり解決をするというふうに決められている、もう3年でやりたいというですね、次の任期の時にという思いはその通りだと思います。一つだけ付け加えましてね、拉致は約40年前に起きたわけです。めぐみちゃんの拉致は41年前ですね、30年間は拉致対策本部も拉致担当大臣もなかったんです。先生も大臣やってくださいましたけど、つまり自発的に今回るような体制になったっていうのは、実は第一次安倍政権の時に拉致大臣を置いて拉致本部を作って北朝鮮人権法を作ったからなんです、うん、国政の最優先課題にしたのは第一次安倍政権なんです、小泉政権でもなかったんです、梶山答弁の時でもなかった。だけど第一次安倍政権の時に拉致対策本部ができて拉致というのが課題になったんです、うん、それが10年以上経ったということですよね、うんうん、だから30年対10年なんです。拓也さんね、はい、ご家族としてもあなた本当にまだずっと若い時からこの運動に関わっていて、今山谷さんや西岡さんが言ったことについてすごく感じることがあると思うんです。まあ、活動をしていたのは、まあ、私はまあそんなに親の世代の時代からはやっていないんですが、うん、ただその当時聞いた話とか私自身も経験した話も含めて言うと、そのこの問題を草の根運動的に街頭で署名活動をしている時にですね、まあ、こういう大きな画板みたいなところに署名用紙を置いてお願いしますって形でやっていた時代にですね、やはり多分北朝鮮の朝鮮総連関係者だったかもしれませんが、画板を叩きつけてですね、ふざけんなっていうような人がいたりとか、もしくは署名をしている時に小石を投げてきたりとか、そういうふうな嫌がらせっていうのは昔から何度も何度も私の家族以外にも経験はしているんです。一方で私たちが署名をしている時にこんなに小さい女の子がトコトコトコってやってきて100円をカンパ箱に入れて頑張ってって言ってくれる人がいたりとか、もしくは盲目の男性の方が車椅子に乗って、私の多分姿は見えていらっしゃらないと思うんですが、応援してるよって握手をしてくれたりとか、そういう一方で温かい国民の皆さんのお力もあったからですね、私たちはめげないで折れないで頑張ってこれたと思っていますし、母は先ほど、まあ、家で一人いる時に泣いていたって話は、まあ、私もあの話はあまり聞いたことがなかったんですが、お母様はね、もうめぐみちゃんいなくなった時にね、畳をかきむしって泣いたんです、うん、ただ私や弟の哲也の前では、うん、父も含めて泣いていたってことは一度も実は見たことがなくて、うんうんうん、それだけやはりその気丈に頑張っていたし、まあ、息子たち小さいね、当時小学校低学年の子供がまあ道をそれないように
弱いところは見せなかったんだろうと思ってます。そのやっぱり悔しさとか頑張りっていうのを、まあ、子供が受け継げるものではありませんけども、うん、絶対に無にしてはいけないと思っていますし、うん、まあ、あそこの写真にもあるように、あの当時の彼らがですね、今も悔し涙を声なき声を発して待っているとか、もしくは先ほど山谷先生がおっしゃっていたような、オットウォームビアさんのお母さんシンディさんがですね、そんなに愛する息子を亡くしているにもかかわらず、その総会のところで立ち向かうんだ、立つんだってことを私たちに頑張れって応援をかけてくれるときに、こういう人たちのためにも私たちは負けられないって、だから戦うんだというふうに自分自身にも言い聞かせていますので、それはこれからどんな辛いことが起きようともですね、北朝鮮が加害者、彼らが悪い奴らなので、彼らに利があるようなことがならないように、しっかり私たちは一人の人間として頑張っていかなくてはいけないのかなと思ってます。まさにね、北朝鮮に利がいかないようにするために、今安倍さんは世界の包囲網を作って私たちも団結しなければいけないときに、日本のこの足元でね、さっきちょっと日朝議連の話が出ました、今までずっと活動していなかった人たちです。日朝議連なんて、日本北朝鮮友好議員連盟なんてずっと何もしていなかったのが、いざそのもしかしてこれが拉致が解決に向かって、日本からのお金が北朝鮮に行くような場面になるかもしれない、北朝鮮は必ず日本のお金をもらいに来ます、取りに来ますから、それをその波に乗じてという動きが出てきているんでしょ。それも、もちろんあると思いますけど、はい、一方で朝鮮総連幹部たちが足しげくいろんな政治家のところを回っているということがあります、うん、ですから北朝鮮の統一戦線部というのはそういう工作部署ですけれども、そこの命令で日本の中にそういう組織を作って運動させろと言ったら、そのまま動いて、そしたら自民党の総裁選挙の公約にまでなったと、そういうことを向こうで見てると、ああめぐみさんたちは死んだということで返さなくても大丈夫だなという方になっちゃうんです、うん、だから私はそれ準決勝だと言ってるんですね。この準決勝に勝たないと安倍総理対金正恩の決勝に行けないと、うん、準決勝を勝てるかどうかは国民の判断にかかっているというふうに強く思っています。山谷さん、この自民党の中にもね、私本当に思いがけない人がね、この日朝議連の中に入っていたりして、一体どうなっているんだというふうに思うんですけど、これは自民党の中はどうなってるんですか。本当にホワイトハウスの国家安全保障会議のコッティンジャーさんにお会いした時に、8人死亡は嘘ですねって、つまりめぐみさん死亡は嘘ですねって、もうしっかりとこうおっしゃってくれる、向こうから言ってきたんです。私たちが何も言わないだのにですね、本当にこの融和論にこう惑わされてですね、真の解決が遠のくっていうこの動きというのは非常にもう心外ですね。もう胸が痛みます。それで日朝議連が10年休眠中だったのに動き始めたと聞いた時に、まあ本当衝撃でしたし、それは何故に動き始める、利権というふうに見てもよろしいんですか。いろんな、ただ純粋にいろんな立場の意見を聞いてみたいなんていう人も真ん中にはいるかもしれませんけれども、しかしこの20年間25年間何が行われてきたか、あるいはもう拉致をされてから40年以上の苦しみは何だったのかということをしっかり見つめようとしていないから、そんなこう多様ないろんな立場を聞いてみようとか、そういう間違ったですね、優しさというか、やっぱり正義を求めて、主権侵害、人権侵害、そして家族が壊されていることは許せない、だから戦うというですね、この当たり前のこの立ち位置からやっぱり出発しなければならないと思いますので、やっぱり自民党の皆さんももうできるだけ、まあ、野党も含めてですね、そういうきちんとした姿勢が取れるように私も頑張っていきたいと思います。その山谷先生のおっしゃる本当にその通りだと思ってまして、何が正義かっていう時に、まあ誤解を恐れるような言い方だったら最初に謝っておきますけども、私たち被害者家族が言ってることがもうこの問題の解決のための本質的な声だと私自身は思っています。その時に今の皆様から見ていらっしゃるディスプレイのこの写真の前にですね、アーミテージさんの写真が先ほど流れていましたけれども、この一番右側に座ってるあの方が、私と相対されている右側の人がリチャード・アーミテージ元国務副長官の方ですが、この方と今年の5月に会った時に、彼から私たちに言ってくださった言葉はですね、拉致問題の解決は
北朝鮮キム・ジョンが決めることではないんだと、うん、あなたたち家族が決めることなんだよってことをおっしゃってください、うん、当たり前のことでは当たり前なんですけども、うん、こういう方がそのアメリカの高官、今でも現役の高官の方にものすごくパイプが太い方ですけれども、大事だと思っていまして、うん、これからおそらく外野の方とかですね、北朝鮮がこれがいいんだ、こういう答えをしていこうってことをどん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 情報工作してくると思うんです。ただそれは気候にいい話であって融和論であって、全く私たちからするともうナンセンスであり妨害工作でしかないので、私たちが求めているのは即時一括帰国、被害者本人を返してくれということが、それが真実であり本質なので、周りの妨害的な声っていうものにはですね、国民は絶対に耳を傾けてはいけないだろうというふうに思っています。この写真のご説明をさせてくださいね。リチャード・アーメテージさんがいて、その向かい側に横田拓也さんがいて、その左隣にいらっしゃるのが田口八重子さんのご長男、息子さんの、あの飯塚耕一郎さん、はい、でその向かい向こうが民主党、今渡辺秀さんですね、はい、それから西岡さんが正面にいて、この右側の方があのめぐみちゃんと同じより中学に行った、ね、塚田一郎先生ですね、塚田一郎さんですね、そのような方々と一緒に行ったという、はいはい、ちょっとだけ説明しますけれども、拉致問題の解決の定義がこれから浮上してくるんです、うん、つまり北朝鮮はお金が欲しいですから一回何か言ってきます、うん、じゃあ何を解決にするのかっていうのが私の準決勝になるわけです、うん、いろんな人がみんな解決しなくちゃいけないと言います、もう野党も全部そう言うんです。だから事の本質は解決の定義に移ってきたんです、うん、でアメリカに行ってもみんな解決のために協力しますというので、うん、5月に解決の定義はこれですということを言いに行ったわけです、はい、でそれが先ほどから私たちが強調している全被害者の即時一括帰国なんです。生きてる人がバラバラと帰ってくるんじゃダメだと、前回5人しか帰ってこなくて一方的に死んだと言われました、しかし嘘だった、もうあなたたちが知ってるんだから全員一括で返しなさい、これ以外解決の定義はない、うん、これ認定の以外の人も含めてです、もちろんそうです、全被害者って言ったらそういうことですけども、ということにするのか、長々と調査をしましょうと、そのために事務所を作りましょうと、北朝鮮の言ってることが真実かどうか調査をしましょうというところで解決にするのかという争いがこれから起きてきます、うん、それで私たちは同盟国のアメリカに即時一括帰国が解決の定義ですと言ったら、その通りだとアミテージさんが言って、決めるのは被害者の家族ですよというふうに言ってくださったし、ポッテンジャーさんは即時一括帰国って言おうと思ったら、めぐみちゃん生きてんですよねと、8人は生きてんだからその人たちは帰ってこなくちゃいけませんよと、先に向こうから解決の定義を言ってくださったので、まあ特にホワイトハウスは本当に理解が深い、まあ総理がいろんな話をされてるんだなと思いましたけども、ということが分かったということですけど、ぜひですね、解決しなくちゃいけないってみんなもう今言います、うん、2002年に拉致があるって金正恩が認めたからすごい言えるんです、解決しなくちゃいけない、でも解決の定義は何なのか、即時一括帰国以外はないんだということをみんなで言わなければ、うん、北朝鮮の工作がまた始まってる、それに乗ってはならないという強く訴えたいと思います。北朝鮮はね、まあ、この拉致をその解決しようとか、ミサイル問題を解決しよう、核を解決しようというのは、なるべく時間をかけることによって、あやむやにしていきたいという気持ちがあるわけですが、ここのところのせめぎ合いでね、日本の中で拉致の被害者を全員一括即時帰国なんてことは無理だという声が上がりますよね。いろんなことで時間がかかるんだって、受け入れ体制どうするんだという議論まで起きますけれども、こういったものに対してどういうその説得をしていったらいいと、花田さん、メディアの問題でもありますけれども、そうですね、ここで、うん、だからまあ最初から言っているように、ここで譲らないで、うん、まあなんていうのかな、本当に即時一括帰国までですね、そういう方向で報道していかなきゃいけないんじゃないですかね、うん、だけど全然そういうの出ないですよ、うん、で拉致議連、拉致議連じゃない、日朝議連なんか報道されてもですね、それの批判的な記事っていうのは全然出ないですよ、産経以外はね、うんうん、おかしいでしょ、だって彼らはその利権の匂いを嗅ぎつけて早速集まってるだけですよ、とんでもない連中ですよこれ。久保田さん、どうしてこういうことになると思いますか、日本のメディアは何故に、その何て言うんでしょうかね、きちんとした事実関係を伝えてくれないのか。産経で長年朝鮮問題を担当している久保田瑠璃子さんです。
産経以外 の, あの特にテレビですね、テレビなんかがその自由に報道しないのはやはり北朝鮮に行きたい人たちが多いんですね、取材で。でその批判的なことを書いたらビザが出ないとか、そういった余分なその忖度をしてしまうことが多くて、うん、私が某テレビ局に出てた時も あまり激しいことを言うと総連から文句が出ますとか、総連から文句が出ますとか、はい、どういうことをおっしゃるんでしょうかとか聞くテレビ局もあったということで、やはりその忖度といいますか、うん、本来だったらそんなことを考えて報道なんかするべきではないんですけれども、そういうことが一つ背景にあると思うんですね。日朝議連の動きはですね、その今年になってこんなふうに動き出してもう明らかに北の意を組んだ動きだというのを私たちも見てましてですね、最初から発足したまた再開始めた段階でこれは怪しいと思ってかなり警戒はしています。で中でも先月でしたかね、日朝議連が決議を出したんですけれども、うん、はい、まあそれは2つバージョンがありましてですね、それはうちはすっぱ抜いて一面では書きましたけれど、書いたと思うんですけど、一つは結構融和的なバージョンで、でもう一つはそれよりもちょっとトーンを抑えた、どっちかというと、安倍政権の、対北政策に沿ったような内容になったんですね。で、まあ、結果的には、まあ、うちが報道したからというあれもそのクレジットを奪う気もないんですけれども、結果的には、まあ、そこまで融和的なものにはいかなかった、うん、これはですねやっぱり今この世の中がですね、やっぱその、拉致問題に対して皆さん の, その正しい認識というのが広がってきた結果だと思うんですね。これが数年前、もう10年前とかでしたら、もしかしたらその融和的な論がもしかしてまかり通ったかもしれない。でもたまたま今回は6月12日の、米朝首脳会談の後だったということもあって、拉致問題の、関心がすごい高まってたということもあり、このような結果になったんですけれども、一般的にですね先ほどの櫻井さんが言われた話に戻しますと、やっぱりその、まあ、政治部で、この問題を取材してて昔から思うんですけど、私2002年の帰国の時も中山京子、さんを担当したりして、その時から拉致のこの問題を見てきたんですけど、一つにはその政治部の記者の世代交代がありまして、うん、私みたいに当時を知っている記者が現場にいる者が今極めて少なくなってます、うん、でそれがまず一つと、あ と,、今の若い人たち、若い人と言い方、私も若い部類でありたいと思ってますけど今 の, 現場にいる記者さんのですね、やっぱり問題意識っていうのがないんだと思うんですね。今の、ね、問題提起すごく大事なことだと思うんですね。その若い記者の中に北朝鮮が行っている国家犯罪に対するもう心の底からの怒りというのがちょっと薄れているんじゃないかという、そこまでいかないんじゃないかということですね。これ私も感じるんですけれどもね、例えばこれから北朝鮮必ず日本のお金を取りに来るわけですよね、もらいに来るわけですね。それがなければ彼ら国の再建もできないわけですけれども、この交渉を本当はこれは交渉でも何でもなくって、我々が返しなさい国民をと、もう無条件で返しなさい、当たり前の話でしょうというところが、いろんな条件をつけたりして、その遺骨収集とか、その日本人妻の問題とかですね、核とかミサイルとかいろんなものと同時並行でやりましょうという、この発想そのものがすごくおかしいわけですよね。このような交渉というか始まるときに、こちら側のこの心の問題というのが意外に大きな壁になるかもしれないと、ね、うん、まあ、我々があまり感情的になりすぎるのも良くないのかなと思いますけども、ただ今櫻井さんおっしゃるように、根本で私たちが整理して理解しておかなきゃいけないのは、彼らが犯罪者であり犯罪国家だということ、そこを絶対見誤ってはいけないと思いますね、うんうんうん、あともう一つね、やっぱり国民に訴えたいのは、めぐみさんたちが生きているってことです。多くの人たち、いろんなところに行きますよね、本当に生きてるんですかという質問を受けます、うん、だけど生きてるんです。それについては、ね、2つ根拠があって、1つは2002年に北朝鮮は8人死亡だと言いました。その時、その死亡だと言った8人について、誰1人についても死亡の客観的な証拠を出せなかったんです。死亡診断書も偽物でした。交通事故の書類も名前がホワイトで塗ってあるんですから、それで死亡なんか証明できないです。2人分の遺骨が出てきましたが、全部他人のものでした。先ほど言ったようにね、国民一人一人を
拉致被害者じゃない人たちさえも厳しく管理している社会で死亡の証拠が出せないなんてありえないんです。それもね、1人8人のうち3人出てきました、5人は証拠ありませんじゃないんです。8分の0だったということがまず第一の証拠です。それからですね、生存情報があります。これは情報に関わることなので具体的なことは言わないのですが、私のような民間人でも40年ぐらい朝鮮問題をやってるといろんな情報を入手できます。そしてそれは政府だけには報告したりもしてるんですが、そのことでね、私たちが確信できる、あ、そうなんだと思った事例がね、今の総裁選挙でありました。安倍総理が新潟に行って演説で、うんうん、私の使命はめぐみちゃんを横田さんたちご両親に会わせることだと言いました。めぐみちゃんの遺骨をとか死亡診断書だと言ってないんです。めぐみちゃんを会わせることが私の使命だと言った。生きてなければ総理はそんなこと言えないんです。これ前提として総理の頭の中に生存情報があるというふうに私は理解しています、うん、総理など関係者は言わないと思います。言わない方がいいんです、うん、彼らも日本がどこまで知ってるのかというのに今一番知りたいことですから、うん、これは本当に最後の最後の勝負ですから言わない方がいいんですが、生存情報はあると、隠したってダメだということを我々が確信して返せという、それしかないと思ってます、うんうん、山谷さんどうですか。安倍内閣になってから特定秘密保護法とか平和安全法制とか、うん、普通の国としてのしっかりした構えをですね、作りつつある中でですね、情報収集能力というのも同時に上がってきているんですね、うん、でそれから日本国に対する信頼というものも安倍内閣の下で非常に高まってきていますので、さまざまな情報は得ています。で先ほど拓也さんがおっしゃられたように、拉致事件は犯罪なんですから、そして北朝鮮は誰をどこで拉致して、その被害者がどこに住んでいるか、どんなふうに暮らしているか全部知ってるわけですから、うんうん、だから返しなさいということなんですよね、うんうん、もちろんご遺骨の問題、日本妻人妻の問題ありますけれども、やっぱり拉致全て知ってる北朝鮮早く返しなさい、それがなくては国交正常化も経済支援もないんだと。で総理は北朝鮮という国は鉱物資源も豊かだし、そしてまた勤勉な労働者もいるんだと、きちんとした国になればみんな支援を惜しまないんだから、うん、早く拉致問題を解決しなさい、政策変更をしなさいということを常に言っているわけでありまして、うん、国際社会もそれに連携しているわけですよね、うん、拉致の被害者を全員返すというですね、そうすれば北朝鮮は希望のある未来を作れるんだと、だから今このタイミングでその政策変更をしなさいということを、うん、もう本当に一致団結で訴えていくということだと思います。花田さんね、今ね、はい、お三方がおっしゃったことってそれぞれの表現でおっしゃってますから、あまりそのシャープに気がつかないかもしれないんですけども、3つ合わせるとものすごく重要な日本の国家としての在り方の変化というものを示していると思うんですね。安倍総理が自分の使命はめぐみちゃんを早紀江さんの胸に抱かせることなんだと具体的な名前をお出しになって新潟でおっしゃった、これは確たる情報がある、その確たる情報は何故にあるか、これは例えば日本がこのところずっと安倍政権の下でですね、特定秘密情報保護法とかですね、外国との機密情報をやり取りするのに必要な、日本国に情報を渡したらこれがすぐダダ漏れになるんじゃないよ、日本国だってちゃんと守るんだよというところを法律を整備してようやく作った、それを野党の人たちはすぐ戦争法案とかいうふうに言ったわけですけども、そうではなくって、普通の民主主義の国が備えているこの情報機能であるとか情報収集機能、それから情報の秘密保持の責任というものを体制としてきちんと整えた、これによって信用ができて情報が日本にもかなり入ってくるようになったという、ここのところで私たちは知らず知らずの間に国としての国力というかをつけてるわけですね。ここのところはね、私国民の皆さん、私たちが明確に認識して我々は少しずつ通常の正常の国になりつつあるんだということを心に刻んだ方がいいと思うんですね。まさにこれはお母様の早紀江さんがねおっしゃったことですよ。めぐみちゃんたちがもう死んでるって向こうから伝えられて、福田官房長官があなた方みんな亡くなりましたというふうに一方的に言った時に、もう記者会見をしてもうみんな涙涙で、マスコミの私たちもはーっと思った時にお母様パッとね
マイクを取って違いますと、恵みは生きていますと、国家として救えなくてどうしてこれが国家なんですかとおっしゃった、この国への目覚めというのがね、私はこの拉致被害者を救う運動の中からね、早紀江さんの言葉として生まれてきたというふうに思うんです。どうです、こういうことをね、ええ、なんていうか陰で着々と進めてきたのがこの5年間の安倍政権なんですよね、うんうん、でそういうことはね、うん、いろんな事情があるからあからさまには発表もできません、はい、言えません、ええ、安倍さんもほとんどその自分のやってることはおっしゃってないわけですけど、うん、でもでそういうことをやってるんです。それは身近にいたその番記者とかですね、担当の記者だったらね、そういうことを知ってるわけですよ、うん、ですからそういうことをね、本当はもっとね、その新聞メディアを通じてですね発表してくれないと国民は分かりません、分かりませんから、ああいうその石破みたいなのが出てきてですね、ああいうことを言うんですけど、しかしね、安倍さんがいかにですね努力してここまで持ってきたかっていうことをね、もっとね、日本国民に知ってほしいなと思いますね。一つだけね、今早紀江さんが9月17日記者会見しましたよね。しかしね、私たちはやっぱり信用できなかった。政府が嘘つくなんて思いませんでしたから、政府が死んだって言ったんですから、うん、私たちが分かったのは9月18日ですよ、うん、安倍副長官が平壌から戻ってきて、うん、事務所に行かないで最初に私たちのホテルに来てくれたんですよ、うん、それで家族にまず報告しなくちゃいけないと言った。家族はみんないつ知りましたか、信用なんですかって聞きますよね。そしたら安倍さんは分からない分からないって言うんです。それで私そこにいたからちょっと大きな声でね、副長官確認作業したんですかって聞いたんです、うん、そしたら確認作業してないと教えてくれた、うん、実は9月17日に家族に対して外務省は今確認作業してますと言ったんです、うん、で2時間ぐらい待たせて死んでいますと断定形で伝えたんです。そしたら我々やっぱり論理的に考えてますからね、早紀江さんみたいに天から言葉が落ちてこないので、政府が確認作業をして死んだと言ったら遺骨が飛行機に乗ってくるのかなと、運動を始めてから殺されたらどうしたらいいんだろうかと本当に眠れなかったんですが、うん、それを解いてくれたのは安倍さんで、あの時副長官が来てくれなかったらですね、もうみんな遺族って言ってたんです、遺族会って言ってて、うん、と保証の問題に なってたんです、うん、遺族じゃなくて家族会として生き残れたかどうかは9月18日の朝なんです、うんうんうん、安倍副長官が同席してなかったら、うん、もうねそのことを我々確認してないってことを分かったのは小泉総理と会えたのはその後10日後ですからね。だから家族が無理を言ってると、死んでるんだと言われるギリギリのところで踏みとどまられたのはもちろん早紀江さんの直感力と、うん、そして副長官としてまず家族にと言ってきちんと事実を伝えてくれた安倍さんの判断があった、この2つですよ、うんうん、じゃあこれからね、うん、その安倍さんが自分の時に拉致問題解決しなければならない、他の総理ではやれない、自分がやるんだとおっしゃってる。そして北朝鮮がすごく追い詰められている、中国は助けたいけれども限界がある、アメリカとの関係の中でこれ以上その米中のですね貿易関係をはじめ関係を悪くすると中国も非常に困りますから、あまりあからさまに北朝鮮を助けることができない。その間にちょっと愚かな韓国のムンジェインさんがですね一生懸命に助けようとしていますけれどもまあそれには限界があるということで、客観的に見て、まあ、国際社会も国連決議をして北朝鮮を非難しました。客観的に見て今が一番拉致解決に近いところにあるわけですね。私たちは具体的にこれから何をしていくべきかということを、まあ、さっきその、ね、国民が一致団結するというお話もありましたけれども、まず家族会の方からですね、これをやりたい、これを絶対に揺るがせにしてはならないという解決のため その我々がやるべきことを思いの丈をぶつけていただけたらと思います。家族会もしくは被害者の家族としての立場考え方はもう過去からこれまでもこの先将来もですね何も変わらなくて、まあ基本的にも姉を返せ、娘を返せ、兄を返せ、まあそのことだけなんです。それを今家族会としては即時一括帰国だってことを言ってるんですが、それ以外の選択肢は全くないということをこのまあ情報発信をもとにですね北朝鮮に改めて伝えていかなきゃいけないと思っていますし、そして日本はもちろんいろんなことを言える権利機会を持っていますから、もしくはその政治を選ぶ権利を日本は国民一人一人が持ってますから、これはいいけどこれは悪いという考え方があるのは分かっています。それだからこそ安倍政権のここはいいけどここは嫌いという方もいらっしゃると思うんですが、今この国際問題、この40年も解決ができない
人権蹂躙問題を解決しなければ、うん、一人の国民を守れない、うん、日本政治、日本政府がこの先の日本国民の安全保障とかを守れるのかっていうことに視点に立ったときにですね、うん、やはり今こう積極的に最前線で戦ってくださる安倍総理をですね、はい、やはり私たちは支持していく必要があるんだろうと思いますし、うん、私たち家族会は全面的な信頼を持ってますので、うん、引き続き安倍さんの外交努力に期待したいなと思っています、うん、山田さん、うん、まあ、中国、韓国だけではなくてロシアもなかなか難しい国でですね、うん、総理は本当にその辺もしっかりとこう俯瞰しながらそれぞれロシア、中国、韓国の首脳とこの拉致問題を話しているというふうに思っています、うん、でアメリカの国防総省に行った時政府高官からよくここまで風化させないで来ましたねと言われたんですが本当に家族の皆様方の、命がけの訴えにその国民がみんながそうだという思いで来たわけですけれどもそれでもまだ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 足りないと思うんですね、うん、で自民党は全国一斉の拉致問題を訴える街頭演説なんかも企画をしていますけれどもやっぱりもう日本中超党派で全ての政党が頑張り抜いて欲しいですしこれから安倍総理はますますに来週の日曜日が国民大集会そしてその夜からもニューヨークに行って国連総会に行ってそしてまた首脳会談も含めて本当に戦略練ってらっしゃると思うしここぞというですねこのタイミングをしっかりと捕まえようとしていらっしゃいますのでまあ、何度も言いますけれども本当に国内世論の後押しそして北朝鮮対国際社会というこの連携を強化していくというですね、うん、ここに頑張り抜いていきたいと思います、まあ、私たちはねそのポジティブな面をどん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 追求すると同時にねやっぱり日本国内にいる日朝議連の人たちとか例えば北朝鮮の手先のような行動をしている特定の議員たちに対してのまあ、ある意味この情報発信この人たちこういうことをしてるけどおかしくないですかとかですねやっぱりその論難するっていうことも時には必要なんだと思うんですがどうです戦わなければいけない本当の意味での戦いというのはねこのポジティブにいく戦いとそうではなくて相手を攻撃する戦いいろんな戦いがあると思うんです相手を攻撃するのは得意ですから散々やってますよしかしやっぱり今ですねその拉致問題がここまで来ているということをですね、はいうん、だからもうあと一息なんだということをもっときちんとやっぱりその国民の人に知っていただくような報道がやっぱり必要だと思いますね、うん、僕はそういうこと普通の一般の人はあんま知らないですよ、うんうん、国連に、はい人種差別撤廃委員会の方に行ってまいりましたでそこで主にいろいろな方々の、まあ、人権問題というようなことが議論されてたんですけれどもでこの中で私一つすごくびっくりしたのがそういう人権を大事にしないといけないという団体が出してたレポートの中に何て書かれたかという書かれてあったかというとヘイトスピーチなんですね今日本ではヘイトスピーチが大変だとでこのヘイトスピーチのきっかけになったのが2002年の9月先ほどの話の中でキム・ジョンイル氏が、まあ、拉致を認めたときに、まあ、これをきっかけに日本人は北朝鮮とか朝鮮とか朝鮮半島のことは無条件に称えていいんだっていうふうにみんなが錦の御旗みたいに思ってそこからヘイトスピーチがひどくなったんだっていうレポートが国連提出されてたんですで、まあ、今の同じフレーズが朝鮮総連が発行している朝鮮学校で使われている現代史の教科書にあるんです、うん、どんなふうにつまり2002年に小泉法庁の後、うん、日本の中で、うん、当初は日本当局と民間団体が、うん、朝鮮人に対する差別を強めたと話してたんですねそれで当局もやったっていうんじゃ神奈川県がですねそういうことを言うなら金は出せないと朝鮮学校に補助金が出せないと言ったので教科書を変えますと言って今変わったんですが主語が当局に抜けて民間団体が朝鮮に対する差別を強めたと今でもなってるんです、うん、そういうところに今でも1億円以上の公的資金が入ってるんですよねだから日本社会本当にまだまだおかしいですよねで私一つだけ訴えたいのはぜひね今救う会家族会ではブルーリボンバッジ運動をやってますし桜井さんも今つけてくださったんですけど、はいはいまあ、ジャーナリストは本当はつけないっていうのもあるんですけど桜井さんは
記者会見でもジャーナリストにこっち側に座ってくださったんでちょっと別ですが、ぜひですね、あの救う会のホームページに行ったら買えますので、あの安倍総理も今つけてくださってますけれども、日本人はみんなつけてると、これ何ですかっていうふうに聞いてもらえるとですね、それが国民の意思を表すことになりますので、あのその運動にも参加してくださればと思います。はい、そうですね、あの本当に今私たちが戦うべき時に来ているというふうに思うんですね。あのメディアとしてもそうだし、家族会はもっともっとその家族としての思いを伝えることによって、あの皆さんの心にアピールしてほしい。その意味ではさっきの早紀江さんとの対談もこれ YouTube で全部あのオープンにしますので、ぜひ多くの人に見ていただいて、拉致のこの実情というものを知ってほしいというふうに思うんですね。まあ、客観的に見ますと、私たちは今まで以上に一番拉致問題の解決に近いところにいる。めぐみちゃんは生きてるんだと、その他の有本さんたちもみんな生きてるんだと、この生きてる人たちを生きたまんま、そのまま日本に取り戻して家族と再会をさせたい、そのために家族と抱き合うその日を実現させたい。私たちは今日その目的でここに集まったわけですけれども、この熱い思いをですね、ずっとあの心の中に温めながらこれからもやっていきたいというふうに思います。第1回の国民大会から私たちはふるさとを歌ってきました。この美しいふるさとのことを思って北朝鮮に拉致されている人たちもきっと歌っているに違いない。めぐみちゃんは歌がすごく好きで、あらゆる歌を歌ってたそうです。このふるさともよく歌っていたとお母様から聞きました。そこでみんなでこのふるさとを合唱したいと思います。よろしかったらお立ちになっていただいて、じゃあ桂木さんの伴奏でお願いをしたいと思います。ありがとうございました。ちょっと抜けてきます。でも本当にめぐみちゃんを抱きしめる日を実現させる、頑張りましょう。みんなが頑張って心一つにして、今が頑張り時です。こんな風にメソメソしちゃいけないんです、ごめんなさい。
これじゃ美人型なしなんだわでも頑張りますので、皆さん男も女も老いも若きも世代を超えて日本人であることに目覚めて、本当に強くなって、自分の国の国民は自分たちが救うんだという気持ちで頑張りましょう。ありがとうございました。ここにあのモニターテレビのね、ええ、あの早紀江さんがあまりに若いので、うん、本当に泣けてきます。あの早紀江さんがね、うん、本当にあのご存命中になんとかですね、はい、取り返してお会いできる、うん、抱きしめる日を迎えてほしいなと本当に思います。そのために何か、まあ、あの対してできることもありませんけれど、メディアでですね、あの発信していきたいというふうに思っております。あの私たちこの言論テレビ始めて6年、はい、まあ、来年7年になります。その次が8年、その次が9年なんですけども、まあ、拉致問題はとにかくもう早く解決をして、ね、そしてその先に日本がね、どうして北朝鮮にこんなに振り回されなきゃいけないのか、そういう振り回されるような国であり続けることをやめるというところまで私たち早く行きたいですね。そうですね、うん、でこの後ろにもね、この住人の方の写真がありますけども、この方たちだけではなくて、あと特定失踪者と言われる方たちが数百人いらっしゃるわけで、その人たちのことも一緒に私たち日本国民が、日本国政府によって、日本人の同胞によって守られなくてどうするのか、その辺の若い男たちが守らなくてどうするんだというようなことですよね。みんなが守り合えることができるようにしましょう。憲法改正やらなきゃいけない。そうですね、はい、どうです、情報を伝える人間として命かけてやりましょう。はい、頑張りますもう花田さんと2人でずっとこれからもコンビでやりますので、お願いだから長生きしてね、はい言論テレビから会員募集のご案内です。言論テレビは内外で起きているニュースを掘り下げ、そこから何が読み取れるか、世界の動きの本質を探ります。求心力が働いているのがアジアであるならば、私たちはこの地域安全保障の枠組み、今世界はこうどっちかというとその遠心力で離れつつあるけども、ここで一つ求心力を作っていくということは不可能ではないかもしれない。皆さん本当に今日本人の頑張り時なんですね。頑張らなきゃいけない。会員になっていただきますと、桜井キャスターの君の一歩が明日を変えると、花田編集長の右向け右の動画をいつでもオンディマンドでご覧いただけます。さらに桜井キャスターのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。正会員登録は月々972円、または1年で1万800円です。桜井よし子と共に歩む桜会員も設けました。年会費は一口10万円です。正会員のサービスに加えて、桜井キャスターの新刊本をサイン入りでお送りいたします。感謝の集いなど、言論テレビのイベントには無料でご招待いたします。皆様の入会を心からお待ちしています。詳しい情報は、言論テレビのホームページをご覧ください。今一番聞きたい人に一番聞きたいことを聞く右向け右という番組です。キャスターは名編集長として知られる花田和義です。花田編集長の右向け右は毎週金曜日夜10時からです。
桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるに続いての放送です。その吉田調書なるものをね、そのしかもその調書を公開しろっていうことをね、他の調書も含めて朝日は主張してるんだけど、でも私なんか思うに、その調書をじゃあ朝日が入手してね、公開しろっていうなら、まずてめえからね、この吉田調書公開したらいいじゃない、公開したらいい全部、番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談ゲストは今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。